イサーイハイサーイハイサーイ336です。バンバンです。こうちゃんです。さあ今日はですね、成人式です。はあ、やってまいりました。新成人の皆さんおめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、それではちょっと見てみましょうか。いきますか。はい、行ってきます。新成人の方で、はい、今から着付けするよっていう方がいるんですよ。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。今あれですか、初期アバターですか、もう課金戻すか。課金してないですよ。で今回式典でいくら課金したんですか。自分で袴代6万。あ、6万。あら、6万。あ、6万だったらまだ安い方って言われてる。もう一人いらっしゃいます。こちらですね。こちらですね。はい、おめでとうございます。成人おめでとうございます。全然新成人に見えない。圧倒的俺より年上だ。そうですね、逆よ。絶対ヤンキーっすよね。全然違います。学生っす。今何やってるんですか。帰国で野球部です。お、野球部。あら、大学生なんですね。大学生です。すごいっすね。ピチピチは大学生です。ピチピチ。いや、終わらせしてませんよ。シャツもピチピチじゃないですか。終わらせしてませんよ。終わらせしてませんよ。ピチピチって言葉に合わせたくないですよ。じゃ今からもう着付けっすか。着付けっすね。じゃまた着替えた時に見せてもらっていいっすか。袴姿を。はい、オッケーです。ビフォーアフターが終わった一人目の方がいらっしゃるんで、はい、聞いてみますか。呼んでみますか。うわーっすー。嬉しい。めっちゃかっこよくなってる。見せてもらっていい。あっさー、かっこいい。じゃあ、20歳になったので、親に感謝の気持ちとかなんかあります？あ、今から恩返しできる。いっぱい稼ぎたいと思います。いいっすね。ありがとうございますね。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、2人目の方が終わったみたいなんで、ちょっと聞いてみましょうか。ガツ誰ですか。さっきの方ですか。年下って分かってるんですけど、敬語しか使えないです、僕は。どうですか、やっぱ袴切ると気合とか入ります。入りますね。なんですか、目標とかあるんですか、これ。新成人になった目標とか。プロ野球選手になりたいです。あ、プロ野球。わー、かっこいい。かっこいいですね。これ普通にかっこいい夢だ。親に伝えたいこととかありますか。どうぞ。20年間ありがとうございました。またこれからもよろしくお願いします。あー、いいやつだいいやつだ。殺されるぞ。お疲れ様でした。頑張ってください。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあ式場の外とかでも、はい、新成人にインタビューしましょうか。はい。あ、うっやば。え、何あれ。え、何あれ。やば。あ、けど警察官早かったっすね。やっぱ待機してたんでしょうね。お、また来た。また来た。怖いっすね。やばいっすね。いやー、びっくりしましたね。インタビューしようかなと思った瞬間にこう来るっていう。こんにちはっす。こんにちはっす。はい、こんにちはっす。はい、こんにちはっす。あー、いいです。よかったら、いいっすか。いいっすか。めっちゃ、こんな軍団チックで怖いのにしてます。めっちゃ優しい、めっちゃ優しい。インタビューいいっすか、みんな。いくらかかるんですよ、これ。あ、5000円です。5000円。旗持つ意味みたいなのはあるんですか。いや、それカッコつけてるだけです。あー、存在感、己の。どうですか、今20年行ってて、この20年間で一番頑張ったこととかありますか、これ。今日の日が迎えるために毎日仕事頑張ってた。あ、毎日仕事。あ、偉いですね。うわ、すごいかっこいいっすよ。頭が相当かっこいいですね。はい、なんか武勇伝あります。自分、はい、地元の人、同級生と一緒に、はい、ナンパしてピーしたんですよ。ピーそして同じ部屋詰めてやったんですよね。マジっすか。で、夜中電気消されて、はい、よっしゃ、女の子触ってきて、触ってめっちゃ触ってきてしたんですよ。はい、電気つけるじゃないですか。その俺の男友達が俺のチップ触って僕触ったんですよ。ありがとうございます。はい、はい、はい、やばいですね。こいつ、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 持ってそう、持ってそう。いやだ、もうこの人持ってますね。絶対持ってます。最悪。新成人になっての抱負とかあります？
これから人生の変わる目じゃないですか、はい、これからたくさんの女の子を抱きたいと思います頑張ってください、はい、頑張ってください、ありがとうございます。めちゃんこ追われてますけど、すごいですね。今回ちょっと僕ら違う地域に来てるんですよ、いつもと、はいはい、いつもと違う地域に来てて、やばすぎだろって思ってますね。どうですか、先輩なんか見て。まあ一応かっこいいですね。あ、かっこいい。先輩なんか回ってるじゃないですか、はい、3年後、回りたいですか。もう一応回る予定なんです。回る予定下見みたいな感じですね、これ。これなんか現場がちょっと慌ただしくなってるんですよ。ほっこりする感じかなと思ったんですよ、今回、はいはい、この場所はバッチバチですね。はい、今ですね、式典会場の目の前に来ております。こんにちは。こんにちは。おめでとうございます。真ん中どうぞ。おめでとうございます。お二方はカップルですか。カップルです。あ、羨ましい。どちらが最初に告白したんですか。まあ、自分からです。あ、まあ、お兄さんの方から。あの、まあ、なんかお互いどういうところが好きみたいなのがあるんですかね。優しい。優しいですね。なんかちょっと怖そうな感じしますけどね。自分もやっぱり優しいところが一番。うん、治れましたが。あ、お熱い。もうリア充。お熱い。ストリア充。しょくしょく見せてきますね。どうですか、成人してなんか今年はどうなりたいみたいな、大人になったらどうなりたいみたいなのありますか。今年はゴールインします。おー、頑張ってください。どうですか、それ聞いて。じゃあ、私もゴールインしちゃう。うわいいっすね。いいっすね。この動画、結婚式で使っていいっすよ。ありがとうございます。よかった。普通な服お幸せに。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございました。またですね、新成人を代表してくれそうな方がいたんですよ、はい、あ、どうぞ。どうですか、今日成人式、気持ち的には。もう、単身しかないですね。絶対武勇伝ある顔じゃないですか。今までの彼女に言われたことないんですけど、今の彼女に初めてエッチしてクソって言われました、はい、クソって言われたんですか。クソって言われたんですか。いや、これが武勇伝っていうかどんなんですけど、心情っていうか、どうだったんですか。心情ですか。あ、もうチンってなりますよね。ヤンキーの方ってどこで出会うんですか、この彼女とか。あ、これはもう SNS ですね。 SNS 現在地獄だ。やっぱりそこですよ。あ、マッチングアプリとかですか。あ、うん、そこら辺ですね。うわー、現代っすね。成人式楽しんでください。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。はい、田舎が一番田島に真っ黄色。はい、お、はい、お、お、お、はい、お、お、田舎が一番田島に真っ黄色。はい、美馬が一番田島に真っ黄色。あの他の地域には負けないって言ってました。なんか友達がどんどん距離落ちてくんですけど。ありがとうございます。ありがとうございます。素敵な芸をお持ちですね。新たな原石です。原石、ほら、どうぞどうぞ。原石。だがり見て、ほら、お袴もね、これもう買い取りじゃない。買い取りです。買ったよね。いくらした、これ。これは8万です。わー、おー、後ろ見せてもらっていいですか。後ろ文字、ほら。おお、みんなに迷惑ばかりかけたけど20年間立派に育ててくれてありがとう。親孝行は明日から、今日が最後の晴れ舞台。おお、かっこいいじゃないですか。明日から。明日からです。でも明日からとか言ったらもう遅いんで、もう今日よかったらどうですか、お母さんお父さんに向かって一言。はい、親御さんに、いい、これからも迷惑かけますがよろしくお願いします。はい、やっぱ根はいい子。やっぱ根はいい子。はい、ありがとう。新成人楽しんでください。おめでとうございます。皆さん、大量の女性陣ですよ。おめでとうございます。新成人おめでとうございます。本当になんか桜が綺麗ですね。ありがとうございます。桜が綺麗。こちら、なんかお花、奥さん、お花とモミジみたいな感じで、こちらですね。そして、なんですか、こちらなんか、座敷わらしって感じですね。座敷わらしからってですね。一歩間違えた、盆踊りです。手まりが似合うね。手まりが似合いますね。ありがとうございます。我らがバンバンの妹なんですよ。どうも、お兄ちゃんがお世話になってます。こちらこそ、お世話になってます。コウヘイ、久々に会えて嬉しいよ。最後、もうお母さんたちに、せーの、お父さん、お母さん、ありがとう。ありがとうございます。完全幼稚園でやる。お遊戯会ですね、これ、はい、ありがとうございます。ありがとう。おめでとうございます。最後の締めでなんかあるみたいなのか。あ、最後の締めあるんですか。
きます。お疲れ様でした。明日はサマフェスタ、イエーイ。かわいい。ありがとうございます。ありがとう。はい、国際通りに到着しました。国際通り行ってました。来ました。いや、なんかね、はい、あのいつも新成人の方がここ通るんですけど、はいはいはい、今年は、はい、まだ全然見てなくて、はい、うん、周り見る限りいないですね、観光客で。むしろ新成人より警察の方が多い感じしますね。落ち着いたんですかね。ちょっと伝統も変わってきたんですかね。なんかここ成人式の後ここ歩くみたいなのが結構南部の方では多いんですけど、はい、なんか去年はゴミ拾ってる人がいたりとか、そうそう、今年はそういう人たちいたんですけど、なんかそういう人すら見れない状況になってきてますね。新成人自体が見れてないですね。成人式おめでとう。ありがとうございます。来ました。あら、こちらの4名方、はい、あー、もう成人おめでとうございます。武勇伝とかないですか。尾崎豊かの星のような15の夜をやってました。あーレースンドバイクで走り出す。あ、あんな感じ。ガラス叩きあったりしたんですね。まあ、明石通りのやり方捕まったんですよ。捕まったんすか。結局捕まった。あ、逮捕歴あり。もう今まで20年間育ててきてくれた親のために何か一言もらってもいいですか。人生最後の親服をと思ってます。今日は思う存分楽しませてください。結婚したいぐらいお父さんのことが大好きで、将来の夢はお父さんと結婚することです。よろしくお願いします。幸せだ。もう今年一の親孝行っすよ、これは。親不孝どころじゃない。ありがとうございます。ありがとうございました。いや、今回ですね、お世話になるのはこちらですね。はい、二次会場、こちら那覇市益城にあるファイブさん。はい、ね、今回あのこちら西崎中学校の卒業生の方で、はい、シュウさんですね。シュウさん、じゃあもう、じゃあ早速案内してもらいますか。まず刺身盛り合わせな、これ、うん、寿司人気なのに刺身誰も手つけないっていう。あの、これあの、アパホテルも苦笑いな、これ豪華すぎだろ。で、これがステージですね。ステージ、やばステージ、あ、てか、ビンゴの景品になる。ビンゴの景品スタート。なんといっても目玉商品はこちら、テレビと、テレビと、あ、すげえ、GoPro。 GoPro？ マジ？GoPro じゃないですか。高いっすよ、皆さん。これいろいろお金かけてるんで。はい、ドローンもあるじゃないですか。 DVD プレイヤー、チンスコ、でっかいお菓子出ました。 VR、 VR、 お前 VR、 お前 VR もうこの SOD からの近くなんですか、これ。そして、なにこれ、あ、モバイルバッテリーね。モバイルバッテリー、皆さんこれ TV、 TV なのね。 TV ですよ、これ見てください、サンサロフさん、こいつら備えてますよ、これ。あら、こいつら二次会後備えてますよ。収録コーナーも強くて、最高旅行10万円分があるんですよ。旅行10万円、10万円分、うっそ、やばいだろ。で、エステチケットからユニバ、ユニバ、ユニバもあるんすか。クルージングもディナーペアチケットも、ゼロアジのホテルですね、あとは。やばいっすね。やばいだろ。むしろ景品当たらないやついないんじゃないかレベルっすよ。そうですよね。計算ではもう、はい、2人か3名に1人は当たる計算。2人か3名に1人、2、3名に70名分だから。70名分、やば。よくちょっと、あ、2人で1人当たるの。奮発しまくりじゃないですか。これ総額景品でいくらぐらい使ってるんですか。これ70名ですか。70万ぐらい使ってる。皆さん70万ですよ。これってあの参加費って大体いくらなんですか。参加費が今回相当奮発して、奮発して1人1万5000円です。あ、1人1万5000円。こんにちは。ハイサイ、おめでとうございます。ありがとうございます。いい感じじゃないですか。かっこいいじゃないですか。なんか北の指導者って感じですよね。某、某総書記じゃないですか。あのミサイル飛ばすマンって思って。あ、来た来たぞこれ。あ、みんな慢性しないと。絶対意識したでしょこれ。これ意識してますよ、完全に。髪型もちょっと髪型も引き寄せてきたんですか。成人式であの頃好きだったことが来てるんじゃない。あ、初恋の相手とか。初恋の相手と言いますね。いる、はい、どんな感じだったんですか彼は。うるさい。うるさいんすか。なんかギャグを毎日毎日かまして滑っての感じだったけど、はい、高校でなんかいきなりおとなしくなって真面目みたいな感じになったんですよ。そうなんすか。だから今隠してるんですよ、めっちゃ、はい、のこっちから逆に聞いてあげて、聞いてあげて。クラスの中心にいて、はい、クラスの中心、明るくしてくれて、はい、そういうとこがいいなと思ったんですけど。付き合ってる人いるんですか。サボってますわ。今日はね、頑張ってくださいね。はい、頑張ります。頑張ってね、おめでとう。ありがとうございます。
セキュリティの人じゃないですよね。モテるっしょ。モテそうっすね。絶対言わんかったんだ。秘密ですよ。はい、秘密ですよ。はい。童貞です。あ、どうだ。あらあら。あら。仲間だ。あの、ハイセンみんな童貞って言われてますか、うん、あの、ハイセンあの…チェリー団体ですよ。ハイセンあの、結婚してるやつも童貞って言ってますか、うん、あの頃の女の子とかもみんな可愛くなってるさ。はい。どうなんかもうやっぱりもう…ちょっとはい、コンビニでちょっとまあ、まあ一応いろいろ準備はしてるんですけど、まあまあ、大金も持ってるんで。はい、大金持ってる、大金。怪しい店に行こうかなと。怪しい。ありがとう。ありがとうございます。呼んでるんでます。かっこいいっすね。ありがとうございます。じゃあ学生時代に何かやり残したこととかあるんですか。自分彼女作ったことないんで。あ、本当ですか。うん、作りたかったですね、そういうの。今は彼女いらっしゃるんですか。今もいないです。あ、今もないですか、うん、はい、全国に一言どうですか。こんな顔でもいいんだったらよろしくお願いします。いやー、もう絶対やってきますわ。僕からもね、お願いします。彼のためにあの、僕のゴッド愛開眼したんですよ。ちょっと来てもらっていい。あー、アイドル好きのこうちゃんが呼んだの。見てください、これあの、僕でも照れるっていう。あの、ちょっと照れますね。どうですか、彼氏とかいるの。いません。お、いないですか。今日は彼氏を探しに来ました。マジですか。うわ、ちなみになんかいい感じの人がいるんですか。いい感じの人はいません。え、ちょ、行っちゃっていいですか。あなたなら全員ワンチャンいけると思います。いや、そんなの無理です。あなたなら全員ワンチャン。今日は中学校の時丸坊主だったみんなをかっこいい人見つけて頑張ると思います。はい、せーの、よい。あの、ちょっと将来の彼氏に一言ありますか。将来の彼氏、飽きやすくて冷めやすいんですけどよろしくお願いします。いやー、ありがとうございます。立派なトリセツありがとうございます。語尾の後の一言さえなかったら、うん、多分彼氏すぐできるよ。そうそう、うん、いいよ。昭和、昭和かなと思うんですよ、これ。ノリが昭和チック一緒。でもいいんじゃん、それが好きっていう人もいっぱいいるから。10代の時にやり残したこととかあるんですか。高校時代彼氏がいなかったので。マジっすか。素敵な人見つけようと思います。頑張ってな、もう。はい、ありがとうございます。頑張って、ありがとう。ありがとうございます。はい、本社の後輩。はい、どうすか今日。よくしてもらえた。はい、一応一生に一度しかないんで、はい、明日の、まあ、新聞には載らないぐらい羽を外そうかなって思ってます。あ、いいじゃないですか。ちなみに今日あの、狙ってる子とかいるの。狙ってる子30分おくぐらいにあの、1人ずつ行ければな。成人式浮かれてますよ、みんな。30分おきにとか言ってるあなたのお父さんお母さんに一言お願いします。もう高校まで育ててくれてありがとうございます。あの、頑張って就職して恩返しするんで待っててください。次の新成人ですね。おめでとうございます。ちょ、彼はあの、地元では有名な、ね、ボクサーだったんですよ。あ、マジっすか。今も、現在も。あ、現在ボクサーなんですよ。声のワンツーを聞きたいんですけど、恋愛話かなんかないですか。付き合ってる彼女がいるんですけど。付き合ってる彼女は、はい、うん、朝起きたら、はい、ホテルにいたんですよ。そしたらいつの間にか付き合ってたと。そいつに思ったらダメだ。は、あいつ。あ、なるほど。あ、彼がいて、あの、一緒に遊びに行ったら彼がいて、いつの間にか、いつの間にか私。あ、あの、ホテルに女の子といたってことですか。そうですね、ホテルトリトンに。あの、あ、ホテルなんすか。ホテルトリトンです。ホテルトリトンにいたんすか。いました。あの、これからも利用するのはホテルトリトンです。ありがとうね、トリトンボーイ。あの、この二次会会場ナンバーワン場ですよ、多分これ。じゃあ、指名料金とか発生しないですよね。3000円。指名料金発生しない。うわぁ、どうすか、成人してみて。どう。普通。お名前なんていうの。リサです。あ、もうリサね。リサの中で一番の武勇伝みたいなのある。え、生徒指導の人の金玉1個潰した。やば。どうやって、どういう流れで。こうなってて先生と喧嘩したってこと。そうで、勢い余って金玉カーン。え、こんな感じじゃない。もうなんか本当にこんな感じ。あ、これこんな感じ。やば。でもこんなゴリってなったから別に潰れてるかわかんないけど。はい。うわー、潰れてるかも。強っす。あんまり隣に立ちたくないっすね。やばいっすね。今彼氏がいるんですか。ないです。ないですか。あの、じゃあ将来の彼氏に一言。お金持ちで。お金持ちで。はい、最後に今夜の意気込み聞いていい。誰か一人でいたい。よいしょ。よいしょ。やべ、短いやべ。ありがとう。短いやべ。ありがとうございます。ありがとう。総書記の人が、あの、喋ってますね。総書記が喋ってます。先に注意事項ですね。お酒にちょっと泥酔してたり、他人に迷惑かけるような行為してたら、ちょっとお店から退出してもらう形になるので、その件だけ確認お願いします。そうですね。やっぱ自分たちでマナーを、ね、僕の男子の皆さんも、はい、マナーちゃんと聞いてくださいね。おめでとうございます。ありがとうございます。成人式の二次会って出会いが多いとか付き合う人多いよってあるんですけど、
どうですか、なんかそういう男性とかはいらっしゃらないですか。あ、彼氏がいる。あ、村井さんもですか。あ、私も。あ、なんか将来の夢とかもあるんですか。助産師。赤ちゃん産ませる人っすよね。作業療法士。作業療法士リハビリの、あ、リハビリの、夢叶うと思いますよ。その理由が、あの、可愛いからっていう、シンプルに。素晴らしいですよ。本当に今日はありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、楽しんで。また何か総書記が集めてます。そうですよ、集めてます。何をやるんですかね、これ。また圧かけてますよ、みんなに。絶対真ん中開けるっていう。誰も来ないっていう。でこれ多分沖縄の県民系なんですよ。恥ずかしがり屋っていう。グラスポイント真ん中のお客さん来てください。楽しみましょう、カリー。続いての方ですね。あの、ヘキホーさんに似てるなって。結構言われますね。結構言われました。いや、おめでとうございます。今だから言える女性問題お願いします。はい、付き合ってる時に、はい、第一で、はい、3名ってやっちゃって。マジですか。で、それをバレて別れました。マジですか。それは誰にも言ってないです。誰に。高3の時ですね。高3の時で、まあ、恋愛して他の人に好きな人を取られて、はい、付き合った人、はい、それでもらった洋服を、はい、同級生と引き裂きました。あ、マジですか。その同級生とか今日着てないの。いや、その後ろにいる方っすね。あ、ネトラレ、ネトラレですか。ネトラレですか。あの、奪ったんですか。まあまあまあ、あっちからちょっと自分が甘やかしたらすぐ、はい、あっちが寄ってきて好き好きされたんで、自分はもう、はい、ちゃんとごめんなーっていっぱい居酒屋とかもキャバクラとか怒ったんで、はい、多分許してくれてると思うんで。将来の夢とかないんですか、お二人さん。まあ、将来の夢は、はい、自分はちょっと海外青年協力隊、はい、ちょっと人をたくさんちょっと悲しませたりしたんで、その分世界の子供たちを笑顔でハッピーに、はい、そういう感じを掲げてるんでお願いします。えらい。ヘキホーさんは。私は結構ハイセンターとか見るんですよ。はい、ああ、ありがとう。自分釣りやるんですよ。ああ、はい、釣り、はい、結構その釣りでちょっとハイセンターとかちょっとコラボしてマジでやりたいな。ぜひよろしくお願いします。はい、素晴らしく考えてください。はい、じゃありがとうございます。見てください、こちらまた美女たちが。ありがとうございます。おめでとうございます。お仕事とか今何やってるの。あ、飲食店します。あ、飲食店。うん、お姉さんも学生です。あ、学生さんですか。学生。お二人方、彼氏とかは。彼氏はいます。あ、いるんですか。います。子供がいます。そうなんですね。どうですか、なんか今までで一番やらかしたことみたいな。彼氏と二ケツで、はい、パトカー4台に追っかけられて、はい、なんか砂利道で滑ってから捕まったんですよね。あ、俺さん、ヤンキーだったんですね。いや、違う、そんなんじゃないですけど。現役リリースかもしれない。現役ですね。じゃあ、もしよろしければ、親御さんになんかメッセージとかあれば。若い時はお世話になります。これから親孝行頑張ります。頑張ってください。頑張ってね。3人とも、はい、タバコ吸ってるらしいんですよ。あら。タバコ始めたきっかけって。威張りたい。大人ぶりたい。大人ぶりたい。カレーに吸わされそうになって。あ、マジですか。スースースーって親が吸って、しょっちゅうかわされに。それくらいから。あ、それで初めてタバコを覚えたの。興味本位。あ、興味。あ、見てたからね。お兄さんは。それですよ。あ、それで将来の夢とかありますね。将来の夢。今結婚してるんですけど。ああ、おめでとう。それで自分の嫁の家族と、はい、嫁のこの両親たちと、はい、自分の両親を外国に旅行させて。わー、えらい。見てください、これ。いきます。そして彼女また来てくれてますね。ありがとうございます。あ、すいません。もう完成形でグデます。グデます。イエイ。どうですか。怖い怖い。ワンチャンありましたか。いや、そんなことないです。どうですか、みんな3人とも彼氏とかいるの。彼女いる。いません。いるの。彼氏いない三重師だと思ってたのに。ああ、失礼。あれは関係ないって顔してますからね。失礼。まあ、三だね、関係ねえ。はい、失礼ですか。ああ、やばい、もう帰り。いいと思う。ああ、大丈夫。ああ、ブログアウトですね。ブログアウトですね。ちなみに、あれなんですか、このこういう二次会って出会いとかあるって聞くんですけど、そういうなんか、お互い連絡先交換とかありました。今からじゃん、みんな。あ、今から今からだから、最後らへん帰り際とかじゃないかな。一応、ワンチャン。今日どうすか。ワンチャンありそうすか。ワンチャンありそうすか。ワンチャン、そう、ワンチャンムービー。あ、ないんすか。ないんすか。頑張れ、男子。男子、頑張れ。頑張れ。中学校の頃、好きだった男の子とかいる。いいよね。どう、かっこいいなって思う。あんま変わらないかな。好みが変わってってるので。あ、マジ。ってことで、もう美女三重師でした。でした。はい、ありがとう。はい。
ちなみに、今回我々を誘ってくれた幹事の、リュウト君ですね。リュウト君、どうですか？あのワンチャンありそうですか？ワンチャンですか？ワンチャンないですよ。あ、彼女、いらっしゃいました。いるんですよ。みんな彼女持ちっすね。リア充なんですね。リア充最高ですね。最高、リア充最高。叩きつけてきよった、マジで。今回ありがとうね。本当にありがとうございます。いや、こちらこそ本当にありがとうございます。はい、新生児のために頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。皆さん、大人になってしっかりしたこともいれば、将来の夢を持っている方もいて、はい、素晴らしい成人式だったなと思いま す, です、ね、また来年も来たいですね。はい、来年も行きましょう。はい、皆さんご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。